田中俊太です。菅田駅です。今日は僕たちが激ムズチャレンジに挑戦します。せーの、頑張るぞ。1球で中に入れる。はい、中に入れたりだけです。そうです。どうですか、初見見た感じいけそうですか。瞬間でも穴ちっちゃいなと思った。ほぼボールのなんか言わんなんも顔だけ作っとる。いや集中しますよ。でもこれに入れるだけなんで、まあ、プロなんでプロなんでいけると思います。いけそうですか。プロ、あ、プロなんで振りに聞こえるけど頑張ります。頑張ります。最初はグーでついてる。ここどっちだこっちだすごいグーだってはい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お二人チャレンジどうでしたか、感想は。結構難しかったですけど、めっちゃ盛り上がったんで楽しかったです。菅選手は。いや、そんな難しくは考えなかったですけど難しい言うてましたあの人も。でも入ったよな、あれね、菅ちゃんのやつは。一応中には入ったっす。中には、中にはね、謎に出てきた。出てきて誰か人入ってた。人いたことない。くるくるして出てきましたけど、結果的に楽しかったです。はい。5月7日の京都サンガ戦、札幌ドームで、このチャレンジがあるので、皆さんも挑戦してみてください。田中翔太でした。菅田駅でした。バイバーイ。